20分ぐらいの仮眠をするときは、コーヒーをグッと飲んでから、パッと寝てから、パッとやると目覚めがスッキリするよ。どうも、ありがとうございました。ガネスタワーです、私が。ガネスでーす。アシスタントは、はい、高橋奈央でーす。よろしくお願いします。呼んじゃおう、クラゲーン。はーい。そんなこんなじゃ、今日は何やるのかな。はい、今回はですね、お二人に、バラエティの定番ゲームをやってもらおうかな。定番ゲーム題して、箱の中身はなんだろうな。やったことある？ないかも。芸人さんですよね。YouTuber。 噛まれるのとか嫌なんですよ。なるほど、確かに。なんでどこすんの？今回結構きついかもしんないな。じゃあそんなに、なんつながりがあるの？いや、これゴージャス動画だし、やっぱバラエティはやんないと。そんなにやること一周回ってなくなっちゃったじゃん。マジだよ。なおすけは平気？はい、平気です、全然。あ、そう。はい、怖くないですね。いやいや、怖い。アイドルだったからでしょ。そうなんですかね。みんなが気を使うアイドルだったからでしょ。こんにゃくとか、こんにゃくとか。もう何にもなくなった。いやいやいや、きつい。すごいの来るよ。マジですか。そしたら怖いな。ね、新しい再出発してますから。はい。一回頭に噛まれたらいいんだ、鼻の。それはやったことない。じゃあ、どうすればいい。まあ、じゃあセットチェンジしますか。はい、セットチェンジしましょう。こちらです、ドン。はい。テンション、テンション。あれ？本当に嫌なんだ。普通に動いたとか、本当に動いてるのかなと思って。それ過剰なやつやめよう。本当に。ちょっと動いてるね。ちょっと動いてる。ちょっと動いてる。ちなみに覗かないでね。覗かない。じゃあ先生堂々と。それやりますよ。まあじゃあ最初は直輔から。直輔。ええ。はい。行け行け行け。私から。ね。はい。ちょちょちょ。ただいきなりやるとびっくりするかもしれない。いけよ。はい、はい、気をつけて。はい、はい、じゃあお願いします。一回、あ、ゆっくりね。一回触って、はい、匂いで確認。あなんか気持ち悪い。なんかブヨブヨしてるかも。ブヨブヨ。どんな感じ？めっちゃめちゃ。めっちゃめちゃ。いや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 、でもなんか湿ってる。あ、でも大丈夫じゃない？あ、あ、どんな感じ？あれ？何これ？何、なぜ硬いの？何これ？それ何それ？何これ？それ何っぽい？サバ？あれでしょ？カッパ？カッパ？なに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 。おお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 お。さあ、それではじゃあ答えていただきましょう。箱の中身は何ですか？ナマコ。正解です。覗いていいよ、覗いていいよ。おお。殺しまったみたいな感じで。気持ち悪い。じゃあ続いてはジャス君なんで、もう一度セットチェンジしましょう。セットチェンジ。さあ、ジャス君の番です。それではジャス君、箱の中身は何だろうな。お願いします。わかりました。いや、そうやって当てるもんじゃない。手を入れるやつだから。違いますよね。あんまり揺らさない方がいいかもよ。あーあー、ダメダメだ。ファーストタッチもまだないんですか？まだ出会ってないのよ。まだそっち向いてないからね。怖い。早く。ちょっと触ってくださいよ。
ちょっとすげえビビリだな、おい。なんで脱ぐんですか。ちょっと待って、すげえビビリだな。ちょっと待ってください。いないよ。いないよ。いない。それ何？え？お。え？持ったね。おおおお。お。これは。コミックス。の何？タイトル？タイトル。え、本当にコミックス？タイトル当てよう。ちょっと何ページか見てみたら。読んでるっぽい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 。さあ、タイトル何？筋肉マン。厚みが。残念。え？正解は失格門の最強賢者でした。知らないやつ。それかってならないよ。どういうことですか。あのね、ジャス君が好きな異世界ものなんですね。はい、こちら。おお、異世界。はあ。なるほど。あれ、待って、かぶって、かぶって。はい。もっとリアクションしたかっただろうけども。はい、やるならやる。やらないやらない。まだありますから。じゃあ、まだあります。まだあります。いや、ワンワンで、え、次、直すけ。あの、もう一回直すけに。2回戦いきましょう。よし、はい、じゃあ、セットチェンジ。チェンジ。羽生の時なんか、はい、宇宙人箱の中身がこう運ばれてきた時に何か音がしたんだ、はい、宇宙人みたいな、はい、何大丈夫なやつですか、触って。さあ、ということで、箱の中身は何だろうな。第2回戦は直輔いきましょう。生子だったからな、1回、はい、何？ちょっとこれは無理ですよ。これは無理ですよ。いいよ。あ、もうなんだこれ。うん、なんで？何の音だ？おお、触ったよ。おーい。おーどういう？どういう？どういうシステムやの？気をつけてね。気をつけてよ。触ったよ、触ったよ。何の音なの？どんな感じ？硬い。硬い。あ、めっちゃ反応しろと触ったら。おう。何？さあ。ちょっと待って、わからない。答えをもう。直輔、箱の中身は何ですか？未来生物。残念。まあ、ある意味未来生物かもしれないが。おうおう、正解は何だろう。こちらです。何これ。陸上型ドローンです。陸上型ドローン、うん、すごいんだこれ。飛んでみて、上に飛んでみて、見てて。怖い、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 何の目的だと思うんだよ。何の目的だ。はい、ということで、これは分かんない。じゃあ最後は、はい、2回戦ジャス君でいってみましょう。もうこれやばいっすよ。無機物だよ。じゃあセットチェンジかかってこい、チェンジ。これラストになるのかな。そうです。今ね、当てるんですよ。結構静か。でも、もう多分大丈夫だと思う。お、いきなり行く。いきなり行く。おいおいおい、
ああ変わる。あんまり強く言うと変わる。変わる変わる。変わったよね。触れました。え、何、別に何も液体も何もついてない。ああ、ガスワイプしちゃう。いかいかいか。スワイプしちゃう。スワイプ。ああ。何ですか。さあ、それではジャス君、箱の中身は何ですか。スマートフォン。え？の機種は？え？iPhone。お、の何？10。おお、おお、近い。10。何？あ、R。R。うん、10R の。で、今開いてるアプリは？アプリ。見て見て見て。見えない。何のアプリこれ。じゃあどうぞ手に持ってみてください。はい、正解はこちら。漫画アップのアプリでした。わかるわけないだろ。わかるわけないだろ。最初の1回戦の、うん、あの漫画、うん、あのちょっとあの面白そうだったでしょ、はい、そう、はい、そちら、はい、そちらとかがあの、はい、こちらのアプリで読むことができるし、まあ、他にもあのいろんな異世界漫画とか、あのこのアプリの中でしか読むことができないオリジナルの漫画がたくさんあるみたいです。へえ、うん、ちょっと見てみようか。お完全に人間不信になってるから。はい、ということで端末画面来ました、うん、はい、お、こちらなんですけれども、うん、漫画アップのアプリということで、うん、ちょっと簡単に言うとね、うん、あの朝と夜に4話分の無料ポイントがもらえる、うん、4話分も、うん、結構もらえるね、うんうんうん、それでね、続きがさらに気になる場合は課金をすることでポイントを増やせます。へー、ポイント制だ。でね、まあとにかくね、オリジナルの作品が多いんです。オリジナル？うん、へえ、そう、コミックになってないやつ？うん、へえ。で、クラゲも実はもうすでに漫画アップのファンでして、あら、あのね、結婚指輪物語っていう作品が好きなの。結婚指輪物語どういうの、どういうの。これね、あの異世界で、あの5人の姫と結婚するっていうね。おー、ハーレム。異世界気になるね。いっぱいあるんで、異世界ものが。異世界ものいっぱいある。なるほど、うん、流行りのね。すっごい楽しいです。おということで、はい、ちょっと早速先ほどの漫画、うん、一夜分読めますんで、おちょっと読んでみてください、うんうん、お二人。第1話でフリー引っ張るかな、うん、行きましょう。ポチッと。おお、カラーだ。え見比べられますね、これ。あ、こっちはカラーじゃないのって、うん、あのコミック版はカラーになってるけど、うん、後からこうコミックにされるものもあったり。あ、なるほど、うん、すごい、うん、ほうほう、スワイプで、スワイプで横を、うん、非常に簡単に読めます、うん、ほら、あ、文字もアップできる、読みやすくなるよ、これ、うん、結構長いよ、カラーのページが、ね、ほうほうほう、ほう、大丈夫これ。大丈夫ですよ大丈夫です、あの絵は出てますから。え、読んだ方がいいの？読み聞かせする？読んでもいいし、いや時間かかっちゃうよ、うん、そしたら、うんうん、まあそのようにですね、はい、あの本当にこう、うん、無料で読めちゃうんで、うんうんうん、続きが気になる場合は課金をして、ね、さらに、うん、でも読むこともできる。4話分も読めちゃうでしょ、だって、うん、一気に最高だよ、こんな、おお、おお、うん、おお、うん、ね、おー、始まった、タイトルが入った最強の座、目指すのは最強の座、最強の座、うん、ほら、世界で宇宙で一番強くなりたい。なるほど、ね、最強賢者転生する第1話、うん、行きましょう。あれ、あれ、さっきの世界と全然違うのこれ、うん、あ、さっきのでも第4問、よし当たりだ、うん、
れヒルデスハイマー転生したんだよ。うん、はあはあはあ、うん、そっからスタートだ。そういうことだよ。うん、でもめっちゃ子供っすね。ね、うん、読めない読めない、どういうことこの本の文字は見たことがないぞ。あれ、どういうこと、うん、先の時代に転生してしまったんだ。うん、異世界転生ものがね。なるほど、うん、先に行っちゃったね。うん、お兄さんイケメンやな。イケメンやな、これ。お、ってこれ第一問。うん。生産系に特化した文章。うん、おお。第二問、威力特化型の文章。最初は大した特徴のない性能を持つ文章。うん。ほ、うん、ら、後から。なるほど、ついてくる。第三、連射特化型の文章。お。お、魔法だ。数だ。数打つタイプの、うん、でさっきの第4、うん、さっきの子供だ、うん、接近戦に特化したものでしょ。ああ、なるほど、特攻隊だ、うん、おー、うん、おー、また第4問になりたかったんだ。うん、畑の仕事に戻る。うん、イケメンのお兄ちゃんは畑の仕事やってるの。そう、第2問だもんね。あ、なるほど。え、お、これで1話おしまい。うん、続き気になるね。気になる。どんな終わり方。ぜひダウンロードしてちょっと読んでくださいよ。おー、うん、いや、すごい、手軽に読めるもんね、うん、いや、ほんとそう。他にもね、たくさん作品あるんでね。まだあるの、ありますよ、うん、はい、ということで、うん、漫画アップ、うん、こちらちょっとダウンロードして、皆さん好きな漫画絶対あると思いますんで、うん、携帯で読む時代が来たんですよ、これ。本当に、うん、ちょっと前から来ますね、うん、本当に、はい、今乗らなかったらもう乗れないかもしれないもんね。そうです、ね、マンガアップダウンロードして一回見てみましょう、一回ね、うん、もう確実にもう今日からダウンロードしますよ、うん、はい、うん、読みます。君ならどうする。うん、ということで、はい、お楽しみにということでね、はい、皆さん、はい、はい、ということで本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。じゃあね、うん、ジャス君、はい、アロスケ、はい、最後に、はい、ちょっとおまけで、はい、もう一回戦やりたいんで、ちょっと目隠しやってもらっていい？またやんの？うん、じゃあ何だったんだろうと思ったら本当にまた目隠してもらって、もうそれに特化したあれだよね、今日はね。今日は、はい、でお二人立っていただいて、あ、そっか、はい、それではお二人外してください。はい。箱の中身は何だろうな。あーあーえ、あれ、なに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 、濡れてる、濡れてるよ。濡れてるよ。だからやっぱ築地はい、さあ、それではお二人でお答えください。箱の中身は何ですか。せーの、コヨーテ。コヨーテ入れれるか。はい、正解、直輔正解です。やった、ワンちゃんです、ご覧ください。いやー、チワワ、ねえ、チワワ。